徳川義敦は、江戸時代後期の大名、日立国水戸藩十代藩主。死後は、淳皇。最後の将軍、徳川義信の同母兄、長兄にあたる。1863年に、水戸藩小石川邸から京都へ出発する、徳川義敦水戸藩九代藩主。徳川成明の長男として、水戸藩城屋敷にて誕生した。陽名は、鶴千代馬路。 父の成明が軍事力強化など革新的な反省改革を行ったために影響、命じられた結果、効果元年に家督を相続する。当時の吉奴は幼年であったため、文家の三連死による貢献が命じられ、政務は保守派の重心が補佐した。成明の謹慎自体はその年の11月に解除されたものの、反省へ関わることはしばらく禁じられたままであった。 嘉永2年にようやく三連志貢献の解除、成明の反省参与が許された。嘉永5年12月、12代将軍、徳川家義の幼女である、千姫と結婚する。安政の大国の際には、父の成明や尾張藩主、徳川義組、福井藩主、松平義長らと共に、富士途上した責任を問われ、吉奴は途上停止に処される。父の死後、 文久2年の坂下門外の変では、武田幸雲祭らを登用して、尊能上夷派の怪獣を図る。翌年、将軍、徳川家持に従って上落したほか、生麦事件の賠償問題などにも尽力している。現時元年の天狗党の乱では、当初は天狗党を支持したものの、幕府が天狗党の討伐を決定するや、幸雲祭らを罷免して、市販の獅子戸藩主、 松平よりのりをショートする討伐軍を派遣するなど反省を混乱させた。この乱により、以後3年間は保守門伐派、諸政党が水戸藩の実権を握った。天狗党に加わった藩士の家族が多数処刑されたり投獄されたりしたため、過根を残すこととなる。慶応4年1月19日に在京の水戸藩士、本国寺税に託された助官。 藩罪の直所を速やかに受諾してその通りに反省を刷新するよう、近親直前の弟、徳川義信から助言され、2月10日、義奴はその助言通り直命を受諾、その後尊上派が江戸邸の実権を握った。これにより、三戸徳川家は朝敵とされることを免れる。この直所の遂行のため、同年3月に三戸に入る。 諸政党討伐のための軍備を整えての帰国であったが、水戸に入った時はすでに市川三左衛門ら諸政党500名は水戸を脱出しており、戦闘はなく水戸城に入った。5月に天狗党の生き残りである武田金次郎らも水戸に入り、水戸城下では直所の名の下で激しい報復が行われる。その際下は諸政党の遠類だけでなく中立派であったものや、 僧侶や豪農にも及んだ。その家中の4月5日、吉奴は、水戸城にて死去した。去年37。水戸入りの際、すでに体調は思わしくなかったという。墓所は、茨城県日立大田市の随流産墓地。世錠不安定により、年少の長男特計に代わって、清水徳川家当主となっていた、伊伯邸の秋田家が、水戸徳川家の家督を継いで最後の藩主となった。 秋田家が欧州留学中のため、吉奴のもは伏せられ、表向きは上中にて重病とされた。半世紀奉還以後となるが、特権は秋田家の養子氏として家督を継いだ。また、次男の厚島守は秋田家の水戸家相続により、当主不在となった清水家を継いだ。ありがとうございます。